デロリアンってあれじゃないですか、バックトゥーザフューチャーじゃないですか。ね、みるみるランド、すごいずらーっと展示されてます。松田コスモスポーツ、71年式で、いいですね。低いよね、車高が。あ、そうですね、車高低いです。かっこいいね、後ろからも。うん、ああそうだね。スカイラインだ。GTR 70年式。70年式。70年の時はこのサイズ感じだったんですね。そうだね、まだミッションの時代だよね。これも70年、ブルーバード70年式、はい、もうこの辺は多分乗ってた人からしたらすごい懐かしいんだろうね。映画に出てきそう。うん、これ見たことある。カローラレビンだ、トヨタカローラレビン、83年式だから結構最近、もう最近ではないけど、はい、今まで見てきた中では80年代だからね、なんか見覚えあるもんね、これ。だんだんやっぱね、その時代の進化っていうのを車を見て感じるよね。そうですね、本当にその年その年って全然変わってきますもん、ね。うん、これね、僕の友達が乗ってました。あ、そうなんですか。トヨタソアラ1981年式、懐かしい。これ僕も乗せてもらったことがあります。運転したことあります、昔のソアラ。車ですね。そう、なんか中がふわふわしてしまう。なんかですね、なんかここら辺だいぶ今の感じと。そうだね、だいぶこう近代的というか今っぽくなって。今っぽくなって。ツードアなんですね。そうそうそう、ツードア。いいね。トヨタスプリンタートレノ73年式。やっぱ70年代だとちょっと違うんだよね、またね。ちょっと時代を感じる。うん。ここら辺とか
ちょっと私的にはやりっぱなし感を感じるんですけど。ああそうだね、やりっぱなし感ですね。出ますよね、取ってつけましたよみたいな。そうもうちょいお願いしますみたいな。トヨタ今とマークが違いますね。うん、トヨタセリカリフトバック74年式。なんかホコロテの感じがサメっぽく見えるんですか。ああ確かに。これはツーシートなんですかね。そうっぽいね。あでも後ろもあるある。 GTエラっぽく見えるんですけど。ああ。70年代。うん。みるみるランド。塗り絵コーナー。何か塗り絵ができるんですかね。そうですね。この奥のところから4つの中から選んで。好きな車を選んだよね。自分で好きな車で塗り絵をどうぞっていう。あーなるほどね。あ、デロリアンだ。デロリアン、アメリカ81年式。デロリアンってあれじゃないですか、バックトゥザフューチャーだ。そうなんですね。バックトゥザフューチャーもすごいメタリックですね。これ塗ってないんですかね。これで仕上がりなんです。すごい。いいね。うん、なんかちょっとこの感じ、白熊の花を連想させるクラブさんです。いろいろありますね。うん、最近な感じだね。あでもこれでなんかいろいろ。うーん。もう動く。動きますね。面白い。カローラセダン。カローラはやっぱ新しいんだね。そうですね。1966年に出てます。っていうのが見れます。はい、見れます。こっちにはミニカーが展示されてます。ミニカーいっぱいいます。これ向こう側にガラスがミラーになってて鏡になってるから上からも見られるようになってますね。ああなるほどね、うん、そしてこちらにはなんだろうこれ、うん、いろいろ展示されてます。カタログですよ。そうだね、本当そう思います、うん、好きな車をいろいろ並べて、はい、本も置いてすごい楽しい。これとかね、はい、昔の電話みたいな。昔の電話ですね。本当レト
空間になってます。あ、ゆきさん好きだ。あ、ピンクキャデラックです。羽これ大好きです。今一周してきました。すごい。持ってきました。すごい見応えがありました。ねえ、すごい楽しかったです。なんかみんな、あのクラシックカー、昔のレトロカーとか好きな人は、ここ絶対おすすめです。お台場のヴィーナスフォートメガウェブというところにあるので、来てみてください。来てみてください。はい、この動画が面白かったという方は、グッドボタン、そして、チャンネル登録をよろしくお願いします。はい、インスタ、はい、インスタなどの SNS もやってますので遊びに来てください。はい、またね。メインゲートからダダダダって上がってって上がってって、噴水広場を通ってオリーブ広場を右折していただくとヒストリーガレージがあります。で、ここが11時から21時までやってます。はい。